ましたね。前しんどい。痛い。もう痛い。そっか。そういう痛い。痛い。あ、それで痛い。こっちは。こう。はい。こっちは、ちょっと痛い。痛い。こっちは。そっちのマシ。前と後ろが一番痛い。痛いね。はい。痛い。はい、結構です。それでね、今日はですね、右上の6番にこの金のクラウンを入れるわけですね。ちょっとメタルコアは見えてますけど、ここにまあ今日入れるんですね、今の金属ね。はい。で、これですけど、これをですね、まだ入れてないんだけど、ここに置きます。もしそれで全部してください。それで痛くなくなります。痛ない。痛ない。痛ない。取ってください。これガムガム。お、痛い。痛い。ラグね。こっちもこっちも大丈夫。もうラグになっちゃいますね。入れる前にすでにもうラグになるわけですね。それでね、これを銀紙で押さえます。こうしますと、はい、曲げてくる。まだ痛ないって。曲がらない。痛い。痛い。はい、取ってください。ちょっと痛い。痛い、痛くなっちゃいますね。こっちも痛い。痛い、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 はい、痛い、はい。こうですね。はい、楽なんですね。はい、しんどくなりますよね。もう一回これ剥がしますよ。あ、すげえ。すげえ。またこれね。はい、それで全部してください。そうするとまた痛くなくなります。はい、そっちを下げてる。じゃないですね。伸びたね。口が痛い。これね、はい。あと、はい、てる。だから、この、まあ今これ言いますけど、その波動的なものが治療に入ってて、その、どうしてもこう、治療薬的に言うと、こう、三叉神経とか、その血流障害とかそういうの考えちゃうんだけど、これだとその、まあ、口なんか入れてないわけだから、それですでにもう病気とか変化するわけだから、そういう三叉神経とかですね、そういう神経や血流とかですね、そういうのではなかなかこう説明がつかない状態が実際にあるわけですね、うん、だからそれは今の医学ではこうなかなか証明しにくいんだけど、けど実際こういうことがあるということは、やはりそういう波動の医学ですね、そのこっか、まあ、出てくるこうこの、アルミホイルだと遮断されてしまうけど、ちょっとこれは分かるんですけど、頭部持っていってもやっぱりこれがこの効果が下がってしまいますね。だからそういう波動的なものがあって、そのもう入れる前からすでにもう症状に変化が出てくるという、そういうことですね。で、今この、ね、6番ね、これ金合金セットしました。発金確認ですね。 OK、 じゃあ取ります。さあ、感じどうですか？軽くなった。軽くなった。軽だった？うん。こっちから楽だ。うん。全然痛ないの。ここの引っ張られてた。やってるみたい。こっちいつもが引っ張られてた。これだ。うん。これ、もっと。こっちだな。すごい。全然関係ない。全く消えた。大丈夫。バッチリ。バッチリ。大丈夫。OK。いいです。